おはようございます。2018年4月の4日真夜中の3時35分です。よろしくお願いします。ちょっと寒いね。飲もうか。なんかテルが炎上してるらしいね。色恋営業がどうとかで。おはよう。そっか、アモちゃんの分今日送るわ。段ボール郵便局で送ればいいのか、アモちゃんの分だけだ郵送は。おはよう。のんちゃん寒いから温めて。何しよっかな今日。ほら、え？何？かりんとうまんじゅううまかったな。セブンイレブンのバカありがとう。ワード2、はい、ちゃまありがとう。ケンタンメン、よいしょっくん、なんしゃお腹空いてないの。ロビット空いたの、コンビニ行く、コンビニ行く、歯磨いておいてます。のんちゃん歯磨き好きだったでしょ。はい、キレキレしておいで。痛いで。
ぱり思うけどさ、配信で色恋は良くないよな。最終的にさ、その惚れた方がバカを見るわけだ。てか、まあ、言っちゃ悪いけど犯罪だかんね、詐欺だかんね、色恋って。誰かがこう傷つくようなやり方は良くないよな。おはよう、きのこたん。やっぱね、こう乙女心をね、やっぱりこう利用してお金引っ張るみたいな考え方は良くないよ。そう思いません？あんま好きなやり方じゃないね。なテルなんか実力あるんだからそんなことしなくていいんだよ。なあ、ねえ、よっさんどうなんだろうね、わかんない。いや、これ今起きた時の、いらっしゃいマリルボン、今起きたところだね。よく寝たな、丸一日寝たよ。昨日つうか一昨日っていうか、一昨日ずっと起きてたかんな。24時間ぐらい寝てたのんちゃん俺。もっと24時間ぐらいちょうど。よく寝れるよな、24時間もな。
おっさん執行猶予中の逮捕なのかな、どうなんだろう。あ、途中で俺は一切目覚めない、やりたい放題だよ。だから絶対にのりこも起こさないもんね、寝てる時にちょっかい出したらダメだっていうの分かってるから、ね、起こしたら大変なことになるっつうの分かってるから、一回も俺の睡眠を邪魔したことないよ。あ、俺が寝てる時にご飯作ったり洗濯したり家帰ってワンちゃんの餌あげたりとか、もう寝てる時には絶対なんだろう、俺の眠りを邪魔は絶対しないね。いやー、かりんとうまんじゅううまいよな。今日も買おうかな。なんか最近ふわっち全体のかそり方えぐいよね。なんなんだこれ。人がだいぶ離れてったんだ、バブルが終わったのかな。ここ最近こんな感じなの、ふわっちってみんな閲覧なんか100切るじゃん、こんなに少ないの。なんか急激に減ったよね。ねえ、一気に人が減ったよね。鈴崎さんいらっしゃい、バカありがとう。
磨いた歯、うん、どこ行く、成分、成分か、何食べるの？サラダ。サラダ。あれ太らないよ、のんちゃん。ん？あのね、あのサラダチキンとかいうやつ。うん。うん、あのシリーズはあのタンパク質多いし。行くかいじゃあ、うん、うん、じゃあ着替えるようにカメラ外すね、うん、はい、うん、じゃあ着替えていいよ、俺は向こう行ってくる、Wi-Fi か。Wi-Fi どこだ。Wi-Fi しんない。充電ある。充電ある。充電ないじゃん。むしろ充電器ちょうだい。使ってるのは違うよね。どれ？バッテリー。それそれ合ってる。
来た。はい。こうか。え？お、カズンさんどうも。今のふわちキャンペーン発表された瞬間引いたもんな。あー寒いよね。正直どうでもいいよね。あの今のあのキャンペーンとか誰も興味ないでしょ。それはわかる。なんかそこ俺らが求めてんのそこじゃないっていうか、なんかそこ別に誰も必要としてなくないみたいなね。完全に集金キャンペーンだもんね。露骨だよね。ちょっとついてる、ついてる。 Wi-Fi 切り替えた。見えてる。いろいろ配信サイトも配信者も転換期だわな。このまま続くと思ってないし。足の調子の痛い。マッサージしても良くなんないのかな、うん、骨が当たる痛さの、うん、骨が痛さ。のんちゃんはね、足筋膜炎って言って、あの筋膜炎だっけ、だから病気なんだよ。歩けない、両足歩くのがちょっとおかしい、引きずってるというか、なんて言ったっけな、なんか筋が固まるだかなんだかわかんないけど、you
腕っていうかね、足の裏なんだよね、のんちゃんは。それで引きこもりが加速しちゃった。あ、ない。あ、やっぱ人気なんだ。てか昨日俺が全部買っちゃったからかな。マジか。かりんとうまんじゅうめちゃめちゃうまいのにね。どうしよう。いや俺コーヒー買うわ。何の？あ、ミント？買っておこうか？じゃあ2個買う。いや、最後でいいよ。俺弁当買うから。あ、そうなんだ、痛いんだ。いや、あれだな、そういう体のとか良くないよな、やっぱな。普通に歩きたいよね。冷凍チャーハン食べようかな。スミレ、スミレと期間限定ってずっと売ってんだよね、牛皿。これでいいや俺で、アイス2つと、なんか買っとこうか。アイスもう2つぐらい買っといていいよ。それでいい？決まった？あ、そうか、昨日当たったのか、ジュース。セブンイレブンやたら当たるからね。お願いします。
はい、どうも。うまいのが当たった。いいな、当たったね。昨日もね、当たりまくった。強くて湿気出て悪い感じだね。悪い感じ。配信バッテリー切れるの早いな。30分しか経ってないのにもうバッテリー切れますって。帰ってからパソコンの配信すればいいか。いいじゃん。俺も夜中と朝大好きだ。風船ありがとう。なんか独り占めした気分になるよね。目のバッテリー切れるな。
がいも。チャーハンカルビ作って。はい。はい。タバコどこだ？うんさん、俺のタバコ知ってる？知らぬ。知らぬ。おはよう。ねえ、弾丸族盛り上がるといいな。
そう、今日じゃないの？今日だよね、今日。今日、今日。楽しみだよね。辰彦が子供生まれたよ。ああ、思考が現実化する読んでた？うん、結構リスナーさん読んでるって言ってたね。あれは本当にいい本だよ。読んだ方がいいよ。昨日生まれたのかな？昨日の朝10時に LINE が速攻来たね。生まれたって。男の子かな？男の子だね。男の子。ゆうゆうに似てるね、顔は。ゆうゆうにそっくりや。辰彦もお父さんだ。はい、どうも。いや、辰彦全然ブサイクじゃないでしょ。男の子だからいいんだよ、顔なんか。顔なんか何でもいいんだ。酒飲んで暴れてんの？
暑いと酒好きだからな。ジュース飲んだらお腹いっぱいになっちゃった。あちゃ、何、辰彦のことブロックしてんの、嫌いなの。そっちで食べる？どうしようかな、一緒に食べる？一緒に食べる？スプーン？スプーン、フォークかな。フォークかな。生理的に受け付けないって一番傷つくやつじゃん一番傷つくでしょ。生理的に無理なの。あ、そうなんだ。しょうがないよ。どうしよう、こっちで食べようかな、じゃあ。うん、ありがとう。暑いよ。暑いよ、知ってるよ。ありがとう。サンキュー。ありがとう。いただきます。いやー、嫌われたくないでしょう。
人間だったら。俺やっぱリスナーさんに好かれたいけどな。朝ごはんだね、おはよう。やっぱ人間だもん、嫌われるより好かれた方がいいでしょ。違うかな、俺はそう思うけど。え、どちらかと言ったらだよ、別に配信者だからさ、嫌われるのには慣れてるから、別に嫌われても平気だけど、でもどちらかって言ったら好かれた方がいいじゃん。可愛がられてなんぼの世界なんだから。いや知ってる知ってる、ジョージャフさんのことは知ってるよ、もう付き合い長いじゃん、さすがに知ってるよ、うん、だけど別にあれじゃん、同性から好かれたっていいわけでしょ、うん、ジョージャフさんだってリスナー歴長いんだから。思考は現実化するはね、本当にいい本ですよ。人生で一回読んだ方がいいと思うよ、俺は本当。自己啓発っていう概念が変わるよね。読んでみると分かるけど、トーマス・エジソンとかがなんでうまくいったのかっていうさ、自叙伝みたいな感じなんだよね。普通に伝記を読んでるのと変わんないよね。リアル伝記版みたいな感じだよね。でそこになぜ彼がうまくいったのかっていう分析が入ってるだけで、現代でも通用するテキストだと思うよ。香川と便所が男官塾に対抗して配信塾作るって言ってた。いや、いいんじゃないの、全然いいんじゃない、いいんじゃない、やってそれで面白くなんだったら。でもまあ批判してた企画のさ、香川さんさ、男官塾のこと散々批判してたわけじゃん。それはまあパクるっていう、俺はそこがダセーと思ってんの。要は何、批判してて人の企画パクるってさ、それってどういうことってならない？いいんじゃない？ダンカンさんも全然やれやれって感じだと思うよ。あくまでそのダンカン塾が狙ってるところって一般層だから、ネット受けっていうかネット民の力は借りるけど、やっぱネットだけで終わらせたら嫌だっていうのはどっかにあるからね。そうそう、フォロワーっていうのは認められた証拠だね、間違いないね。結局マットっていうかさ、ネットのパクリ劣化版でしかなくなっちゃう。俺はもっとメジャーで活躍したいから。メジャーに行こうぜ、メジャーに。
去年あたりからじゃないよ、ずっと言ってるよ。なんか配信者、なんか世間一般で認められてないっていうかさ、誰も知らない存在なのに、なんかネットの中で大きいこと言ってる人たちっていう印象が俺はなんか寒いと思ってて、普通にだからネットを足がかりにいろんな活動をやっていきたいと思ってる。ただの道具でしょ。ネットに幻想を抱いてないもん。ちょっとは有名になったよ。だけどまあいつも言ってるけど、マイケル・ジャクソンだから。いや、ネットがねメジャーになるっていうのはまあそれは正しいんだけど、ネットと配信者は結びつけたらダメだと思ってる。ネットの中の、ネットの中のさらにサブカルだから、ネット自体はメインカルチャーになるよ。ただ配信がメインカルチャーになることはない、絶対にない。サブカン、要はカウンターカルチャーっていうんだけど、カルチャーって文化でしょ。でメインカルチャーっていうのはその大衆が好む、いやテレビとかで、ネットはメインカルチャーになるんだけど、もうていうかなりかけてるんだけど、配信はそれのサブカルでしかない。要はカウンターカルチャー、メインカルチャーに対する反対っていうの、絶対大きな運動にならない。なんでかっていうと個人でやるもんだから。例えばさ、その番組って何がいいかっていうとさ、今回の段階塾でも50人以上が関わってんの、演者だけで、裏方とか作ってる側で。で50人が一気に動くのと個人が同じ企画やるのでは意味が違うのよ。要はいつも言ってんだけど、何をやるかじゃなくて誰がやるのかだから。そこの違いは大きいよ。でやっぱりプラットフォーム作れる人が俺は勝つと思うね。いかに多くの人が携わる場を作るのか。プラットフォームって駅って意味なんだけど、配信者って結局乗客でしょ、乗る人でしょ。駅ってその中で流動してるものを作らないといけないから、だからプラットフォーム作れる人が勝つの。そう言ってもらえると嬉しいですね。なんだ俺も出ればよかったなって言ってもらえると嬉しいです。それはね、今番組作ってる人たちがいい番組作ってるってことなんで、ありがたいですね。まあ、大型の企画今後増えていくからね。ステゴロも来年やるし、
来年出ないっす僕来年出ないっすよ。もう2回やって2回負けたんでもう悔いないっすね。さすがに便所さんに迷惑かかりますから、負けたやつ使ったらダメっすよ。あの毎回同じメンツになったら見る方がつまんなくなっちゃうし、需要ないっすよ僕に。さあ、二度あることは三度あるっつうじゃないですか。いいんだよ、達彦みたいなすげえ強いやつが出ていけば、喧嘩自慢が。やっぱりニートは弱かった、うん、結構みんなが思ってるよりも大変だよ、うん、いやダメっすダメっす、やっぱ負けたやつを褒めたらダメっすよ。ありがとうございます、嬉しいっす。でももうやりきったかな。そうそう、ボクシングボクシング、負けちゃったら2連敗じゃん。2連敗はさすがにねえだろう。ごちそうさまー。
どうなんだろうね。いや、出てる方としたら勝ちたいわけですよ、やっぱり。うん、やってる本人は真面目だから、意外と勝ちたかったよ。負けるよりね、勝つ方が全然いいからね。なんか捨て頃の技術レベルがどんどん上がっていって面白いよね配信者一体どこに向かってるんだっていう。いやいや、普通にスポーツに必要な要素よ。スタミナがあるか、まあ筋肉が発達してるか、まあ動体視力、反射神経、あとはまあ練習だよね。練習、ひたすら練習、フォームが綺麗とか、もうでも普通にスポーツだよ。あとはまあ最後の最後、喧嘩の要素があるっていうか、あとは根性っていうかさ、もう本当心が強いかどうかっていう。動画あるよ。あの便所たまあまあ捨て頃ってカタカナで打って和道って検索したら YouTube いっぱい出てくると思うよ。俺の YouTube のチャンネルにも1本上がってるし。もしよかったら俺の YouTube チャンネル見てみてよ。捨て頃で和道って検索したら俺の試合出てくるよ。ムキムキになっちゃうね。まあまあそうだね、体格、持久力、パワーと、あとやっぱ心だよ。ロザクちゃん気持ち強くないとダメ、格闘技は。音がいつも違うのはスマホだから。画質も荒いでしょ。
格闘技メンタル大事だよ。まあスポーツ全般メンタル大事だと思うけどね。やっぱ苦しい時にね動かないといけないわけだから、生き様が出るね。生き様がどんな選手なのかほんとすぐ分かるよ。サッカー好きなんだもんね。さて、今日は何やろうかな。今歌ったらもう閲覧ゼロでしょ。今歌ったら閲覧ゼロだよ。あ、いいよ、俺捨ててくるよ。ありがとう。今日は何曜日は。ありがとう。雨降ってるよ。
ちはね、水曜日はゴミの日だからね、生ゴミの日。そうそう、鳥飼ってるんだよ、うん、左上左上の続き？何左上って。パソコン配信に切り替えっかな、じゃあ。